東日本大震災で発生したがれきの受け入れ問題で、出水市、阿久根市、長島町の西1町は今日話し合いを開き、現時点では話を進める状況にないと、具体的な検討を当面見送ることにしました。出水市、阿久根市、長島町の西1町で構成される北薩広域行政事務組合は今日、震災がれきの受け入れ問題について協議しました。話し合いは非公開で行われ、出席した市長らによりますと、国が九州全体でのがれきの受け入れ量や住民に理解を得やすい説明方法などを示していない現状では、具体的に話を進めるのは困難として、この問題の検討を当面見送ることで合意したということです。今の状況では、判断、決断をするという状況にないということで、推移を見守ろうということになりました。国の方針というのがはっきり示されていないと。例えば九州地区でどんだけ受け入れてくれというような話があるんであれば、我々としてもどう考えていいかというような方向性とかは立てられるんでしょうけども、今そういったこともないと。そしてまた基準に対しても市民の方々の理解を得られるような説明がなかなか難しいという状況ですので、これについては今後の動向を見守ろうと。我々としても受け入れを検討する段階においては、確実な安全性というものがですね、最大限確保されること、これが最も大きな条件でございますから、その辺は住民不安を払拭していくための努力はしていきたいと思っています。